はい、本日もですね、グリッドオートスポーツを撮っていきたいと思います。前回は、オープンホイールの、ファーストシーズンの、第2戦目を撮った、もうこれ第2戦目って言っていいんですかね、ちょっとまだ仕組みがわかんないんですけど、まあそういうことで次が、第3戦目、YouTube のタイトルで言うと16戦目。になりますね。まあ、早速やっていきましょう。よいしょ。で、やっぱレース中は話さない方がいろいろいいのかなっていうのもあるんで、お話はやめようかなと思います。で、昨日ですね、久しぶりにまあアップしたんですけど、ハンドルコントローラー、某 S さんから出ていた、今も廃盤になってる製品をですね、どうにか使えないかなっていうことでやってみたんですけど、なんだっけな。SRWS1 とかっていうシムレスウェイで作ったコントローラーですね。ハンドルコンをやって調整して、まあ一応できることはできたんですけど、やっぱね、寿司的にはバイブレーションがないのがちょっといろいろあれな感じだったんで、結局マッドキャッツのコントローラーに戻したという形になりました。まあね、ハンコンでやってみたいんですけどね、なかなか難しいっすよね。ということで、早速レースに行ってみましょう。
ンテストを出したな。チームメイトにポジションを上げるよう指示しておいた。はい、ということで、まあ、ちょっとやり直し回数が前回よりも増えてしまったんですけども、なんとか1位ということで終えられたかなというところですね。ポイントランキングも一応1位で、チームランキングはまだ2位という形なんでしょうかね。はい、まだ続くのかよくわかんないなということで、オープンホイールの第3戦目は1位で終わったということになります。はい、コードマスターさんから発売されているグリッドオートスポーツキャリアモード、第16戦目のオープンホイールですねの方を今回は撮ってみました。ありがとうございました。はい、今回は、撮った、グリッドオートスポーツの、Steam での買い方を最後に流したいと思います。まず Steam っていうのがわからないという方は Google で Steam と打ってみてください。そうするとあのバルブ社が出しているなんて言うんでしょうね、あの Steam っていうソフトウェアのダウンロードができるとこあるんで、それをダウンロードしてインストールしましょう。で、まああのウェブ上で出てきたのがこちらの画面になります。 Steam ですね。いろんなパソコンゲームのソフトがここで買える感じです。まあ、一部 EA さんとか買えないものもありますが、結構面白いソフトとかマニアックなソフトいろいろあるんじゃないでしょうか。で、早速グリッドと検索画面に打ちます。はい、そうするとまあグリッドだけでもいいんですけど、どうしようかな。グリッドオートスポーツにしましょうかね。オートスポーツって打ちます。そうすると、おっと、出てこねえじゃん。ありましたね、一番上。はい、こちらグリッドオートスポーツ3980円をクリックします。はい、そうするとですね、このようにあの Steam 内のグリッドオートスポーツのサイトというか、ページに飛びます。はい、これが今流れているのがプロモーションムービーですね。あとはまあこういった画像とかありますんで、まあこういうゲームなんだ、かっこいいなということで興味がある方は買われてみてはいかがかなというような、まあ、参考程度な感じですね。で、ちなみにグリッドオートスポーツ現在は3980円になります。はい、その他にもですね、あのダウンロードコンテンツシーズンパスというのはこれから出てくる、今もう発売されているダウンロードコンテンツ全部が、自動的に、ダウンロードされますよ。常に新しいダウンロードに対してお金を払わずずっと買い続けることができますよというのがシーズンパスになりまして2980円。そうではなくて、特定の、ダウンロードコンテンツだけ欲しいんだということであればバラで買う必要性がありまして、今出ているのがドラッグパック498円、ツーリングレジェンドパック1280円というものがあります。まあ、全部やりたいんだという方はあのシーズンパスの方が多分お買い得なんじゃないかなと思いますね。で、いやよくわからないからっていう方であれば、まずは本体だけ買って、そしても本体だけなんですけど、本体だけ買って遊んでみて面白そうであれば、もっとよりいろんなレースやりたいな、車で走ってみたいなっていうことであれば、なんて言うんでしょう、ダウンロードコンテンツを別途その都度買っていくのもありですし、もう思い切ってシーズンパス買っちゃえっていうことでシーズンパス買っちゃってもいいかなと思います。ちなみに今回はまだ、ね、値引きが終わってしまった状態なので、まあ、定価っていう形になりますけども、この値段で買いたくない、欲しいんだけどこの値段で買いたくないっていう方はですね、アカウントを作ってですね、このグリッドオートスポーツをウィッシュリストに入れとくとですね、なんて言うんでしょう、
セールが来た時とかに、携帯にも、iPhone とかのアプリにも Steam があるんですけど、リンクさせとくと、お知らせが来ます。今、割引セールやってるよとか、そういったお知らせが来ますんで、まあ、そういう割引セールがね、来てから買ってもいいかなという方は、ウィッシュリストに入れてちょっと温めておくのもいいんじゃないかなと思いますし、いや、別にこれぐらいのお金だったら今すぐ買うわっていう方であれば、もうすぐカートに入れて、買われちゃってもいいのかなと。で、Steam に関してはカード決済、あと PayPal かな、あとは、Web マネーもできたかもしれません。ちょっと確認必要ですけど、あとはなんか日本だとよくわかんないですけど、Steam カードみたいなのがどっかに売ってるらしいんで、それを買ってきて、クレジットを入れとくっていうふうに使うこともできますし、あとは、クレジットカード系のプリペイドみたいなのも使えるっぽいんで、そちらを、買ってきて、チャージしとけば、カードがない学生さんとかでも、Steam でお買い物は十分できます。まあ、その他にもいろんな、Steam にはソフトがありますんで、まあ、これをきっかけに、パソコンゲームをいろんなもん買い漁ってみてもいいと思いますし、これからおそらく Steam はすごい、セールが始まると思いますんで、まあ、そこで、当然ね、1000円以下のゲームとかもいっぱい出てきますんで、いろいろ買ってみて、冬休み、あったかいとこで、面白いゲームで、新年を迎えてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回はグリッドオートスポーツ Steam で買うをご紹介させていただきました。ありがとうございました。